生ドリーファンクジュニア190センチ115キロ今コールされました。そして TWF 脱会は失敗しましたが試練の年の総決算を迎えておりますジャイアントママ早くも鶴見五郎が引っ掛けました。リング上はもう今ゴンが鳴りましたが鶴見五郎そしてジャイアントママがやり合っております。鶴見五郎が竹刀でジャイアントママの胸を叩きつけております。山田さん今ゴンが鳴りましたけれどもちょっと収拾のつかない状態になりましたね。そうですね、まあ、今誰と誰が戦う権利を持っているのかこの辺がはっきりしないといけないですね。まあはい、まだ誰と誰がですね、正式に戦うのかそうです、ねはっきり決まってないうちにゴングが鳴ってしまいましたね、はい、まあ今日の試合ですね、まあ、馬場選手とドリーがですねコンビを組んでの登場ということで、はいまあ、非常に注目されるわけですね。まあ非公式とはいえ馬場にとってはこのシリーズを占うその馬場組にとりました一戦ですよね。はい、過去に何度かタッグチームを組んで戦ったことはあるんですが、はい、やはり公式戦に今度こういうチームで出るわけですから、はい、非常に固定試しというような気持ちもあるでしょうね、はいはい。まあそれにしましても非常になんか馬場選手も表情から見ますと燃えておりますね。はい、まあ馬場選手というのはですね、今普通の選手ならば、まあ、虎の子のPWF を失って次のどん底に沈むというような形なんでしょうけども、はい、馬場選手というのは非常にそういう時に逆にですね闘志を発揮するタイプなんですね。そうですね、ですからこの最強タッグ戦は何が何でも優勝してみせるというふうに言ってますよね、はい。先日のハンセンとのリターンマッチ戦で復活が蘇ったジャイアントババと言われております。そのジャイアントババそれから今ドリーにタッチが行われました。ドリーとそしてモンゴリアンの対戦になりました。これを見ものであります。激しい動きを見せます。ピーチャーの強いなドリー。しかし全米ではこのテリーが引退した後非常にドリーの試合が荒っぽくなったというそういう評判が出ております。喧嘩ファイトが得意になりましたドリーファンクジュニア。山さんね、まあ、沈着冷静なドリーが、はい、非常になんか喧嘩ファイトに変わってきたというような説も伝わっておりますがね。そうですね、アメリカの試合なんか、はい、勝法を見ますと、かなりラフな戦法を取っているようですね。もともとね、非常にオーソドックスなタイプのテクニシャンではありますけれども、はい、レスラーというのは万能ですからね、もうどんなことでも相手次第で変幻自在と言いましょうか、はい、どんどん変わっていくことはできますね。うん、なるほど。一方このザ・モンゴリアンという選手は183センチ130キロであります。昨日行われました記者会見の席でも俺たちは新軍団の一員だと、ザ・モンゴリアン鶴見組は、新軍団に加入しているというような、表明をしましたね。はい、それは鶴見選手がですね、はい、はっきり言ったことなんですけれども、うん、もう絶対にこの最強タッグ戦ではですね、新上田組を優勝させると、はい、そのために我々はやるんだというふうに言ってましたね。なるほどね。まあ、非常に不気味な発言ですね、うん。新上田組と悪の合体をいたしました鶴見ザ・モンゴリアン組であります。まあ、鶴見選手とね、はい、このザ・モンゴリアンというのはペルトリコで一緒にやったことがあるんですね。はい、ですから、まあ、今のところまだはっきり分かりませんけれども、はい、一応タッグチームとしての息は合うんじゃないかと。なるほど、ね、いうふうに見てますかね。はい、また鶴見はカナダのカルガリー地区でも何度か同じサーキットコースを回ったそうであります。さあドリーのクリアが出ました。ドロップキック燃えているドリーファンクジュニア。鶴見がちょっと出ましたがしかしドリーとザ・モンゴリアンの試合が続いております。そして自分のコーナーに持っていきまして鶴見五郎怨念のはぐれ馬と今タッチが行われました。ダブルジョップそして地獄突き鶴見のペースになってまいりました。ロープへ飛ばしてまた地獄突き。地獄突き一発に圧そして体重をかけての鶴見五郎がペースに持ってまいりました。非常に鶴見選手の動きがいいですね。動きがいいですね、はい、この12月で35歳になります。大学ではアマレスをやって体を鍛えました。そして次期、先のジャイアントシリーズに次いで連続参加であります。どんな方法を用いても必ず日本勢を日本人の鶴見が日本勢を皆殺しにしてやると豪語しておりました。さあ、鶴見が館内に残っております。
鶴見選手のようなですね、はい、世界を股にかけた一匹狼っていうのは、はい、相手があの有名な選手であればあるほど思いますね。そういうことですね、はい、まあ相手にとって不足ないこのドリーを相手に盛んに今攻勢に仕掛けております。鶴見五郎であります。チェーンを持ってますね。あ、チェーン持ってますね。あ、これはドリーちょっとダメージが大きいぞ。テリーがね、あのマネージャーとして下にあのリングサイドにいて一生懸命心配そうな顔してますね。時折テリーのリングサイドの心配そうな顔がご覧いただけると思いますけれども、やっぱりね、はい、自分が引退してしまって、まあ、自分がリングに上がれないだけに本当にやきもきするんでしょうね。そうですね。日本の全国のファンが熱狂いたしました。引退を惜しみました。そのテリーがマネージャーとしましてドリー、そして馬場組の会場になっております。さあモンゴリアンとテリーのドリーの試合が行われておりますが、静かなるファイトから荒っぽい喧嘩ファイトに変身いたしましたドリーファンクジュニア。ジュニアの最近の試合ぶりというのはエルボースマッシュの連発でスタミナを奪ってパンチキックで額を割ると、そして、バックドロップあるいはスープレックスという大技を仕掛けると、したがって場外戦とか無効試合あるいは反則負けが多いということをあの外伝は伝えてますね。そうなんですね、はい、まああのこれはね面白い話があるんですけれども、ね、要するにあの純粋の悪党ファイターという、はい、まあ、根っからの悪党ファイターで、うん、テクニシャンになるのは難しいけれども、はい、テクニシャンがですね悪党になるのはそんなに難しいことじゃないんですね。で、あのもともとラフファイトというのは、はい、あの実力の裏打ちがなければ何もならないんですね、ですからドリーのようなオーソドックスなそのストロングファイターが悪党になると怖いですね、はい、まあそうなりますと悪のドリーへ鶴見五郎もこの、今までのドリーとは違うそのファイトぶりが今見られると思いますので、このあたりをやはりご注目いただきたいと思います。さあそしてジャイアントババにのタッチが行われました。ジャイアントババノーデンチョップ一戦一発、そして16本で軽く足がいました。そしてザ・マンゴリアンが飛び出した。マンゴリアンに水平チョップ、鶴見にも水平チョップ、鶴見は場外に転落、ババコールが場外で起こりました。さあキックキック16本のキック攻撃が出ます。たまらずモンゴリアン、そして鶴見五郎、ああ馬場選手もね、はい、非常に快調な動きですね。そうですね、あのどちらかというと馬場選手も、ドリーもともにあのスロースターターなんですよね、ところが今日はなかなか最初から飛ばしてますね、はい、さあジャイアント馬場が鶴見を捉えました。鶴見の左腕を捉えております。年末のタッグの回転カーズ落としですね。タッグドロップカーズ落としを取りに来ました。カーズ落とし得意の技が出ました。ジャイアント馬場、そして向こうのコーナーマットに叩きつけます。鶴見五郎を完全に捉えております。まあいわばジャイアント馬場も先日のハンセンの試合で復活宣言がなりました。そういった意味でも絶好調であります。そしてドリーファンクジュニアラフに変身いたしました。おダブルアームスープレックスに鶴見を捉えております。腰をグッと落とした。さあ大きく伸ばしたダブルアームスープレックス、人間封鎖いきました。そしてカバーに入るドリーファンクジュニア、ザ・モンゴリアンがフォローに入ります。鶴見選手もね、相当今頑張ってたんですけどついにごぼう抜きされましたね。そうですね。さあそしてフォローを返します。このエルボーはいいですね。そしてカバーに入りますドリーファンクジュニア。鶴見が主勢に回りました。さあいよいよ攻める番ドリーファンクジュニア、沈着冷静な男からラフファイトに変身いたしました。さあまたザ・モンゴリアンが出ました。このザ・モンゴリアンという選手は183センチ130キロ、エルボードロップとかフライングニードロップが注意であります。調子に乗るとザ・モンゴリアンという選手は怖い選手という評判ですね。そうですね、はい、あのテキサス地区でもですね、はい、キンコンバンディという大変な大型と組んでね、はい、もう大変な暴れん坊という評判を取ってますね、はい、さあ今度はザ・モンゴリアンにタッチが行われました。エルボーで返します。エルボー、そしてカバーに入ろうというところ、しかしこの辺りでドリーファンクジュニアは入るようなそこではありません。さあ今度はベアハッグに行きます。ザ・モンゴリアン、死のモンゴルサポートやります。ザ・モンゴリアンのベアハッグ、
やはりあの、はい、こういうタイプはこれを使いますね。あ、そうですね、やっぱり大力タイプですね、どちらかというと。さあ、これは完全に決まっているようですが、館内にドリーの顔が起こります。でもね、はい、まだドリーの顔に多少余裕がありますね。まあ、ドリー・ファンク・ジュニア、ザ・ファンクスの兄弟チームとしまして、この世界最強タッグ決定リーグ戦では通算3度優勝しております。今度は馬場と組みまして通算4度目の優勝を狙っております。この非公式戦ではありますが、この最強タッグ決定リーグ戦を占う意味でも大変に注目される一戦であります。さあ、バックドロップいった、バックドロップいきました。ほんの一瞬のね、隙をつきましたね。やっぱああいうところはね、あのドリーという選手はね、もう冷静ですね。そうですね、まだ今のところラフファイトは見せておりません。そして今ジャイアント馬場にタッチが行われて、馬場とモンゴリアンが相対します。現在シングルベルトは無冠ですが、無冠だからこそ選手寿命が伸びるいい刺激になっているのだということを言っておりました。さあ、引退の声にも燃えております、ジャイアント馬場。ああ、16問出た、16問。さあ、そしてタッチワークが早くなった日本チーム、馬場ドリーチームであります。さあ、今度はクレンバスターが来ました。クレンバスターで130キロを投げ飛ばしました。馬場ドリー組の構成が、さあ、スプリングトーホールド、1回転、2回転、3回転いきます。3回転いきました。スプリングトーホールドに行った、モンゴリアンたまらない、馬場つるみを抑えている、このように狙えない、決まりましたね。はい、参ったですね。はい、参ったですね。参ったですね。いやー、しかしね、これ予想通り馬場ドリー組は強いですね。そうですね、それで馬場選手がね、うん、16問である程度ダメージを与えておいて、はい、ドリーが決めに回りましたね、はい、この作戦は素晴らしいですよ、はい、テリーのマネージャーのテリーが喜んでおりまして、両選手の腕を上げております。11分33秒、ドリーがスピニングトーホールドでザ・モンゴリアンを抑えました。ギブアップさせまして、堂々と勝利を飾った一戦でありました。